どうもおはようございます。中村敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日も動画にデータ発信したいと思います。この後に、ロト6の予想をして、それから予想を得た感想について述べて、あともう一本何か撮りたいと思います。さっきの動画でも言ったけど、しばらくロト6購入するのはやめて、その様子見というか、今全然、やっても当たらないし、手応えがないんよな。だから、いけそうな時に、購入しようと思ってます。今はちょっと悪い流れがずっと続いてるから、なかなか買っても当たらないんじゃないかなって思ってます。それに、口数は一口だけど、ずっと外れが続くとさすがにメンタル的にきついんで、だから休んで、それでいけそうだったら購入しようと思います。それではまたトレード動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。